はい、エンディングになります。多分この後ボーナスステージみたいなのが一つあったよな。いやー、まあ最初のシナリオにしたらあれだね、こっちの方がまだ簡単だったような気がする。時間制限がね、少なかったと思うよ、俺が思うに。いやー、トランスフォーマーは、他にもシリーズはあるからな。まあ時間あったら他のシリーズもクリアしてみたいと思いますよ。いやー、でも結構白熱したね。まあでも何、チートがあったからさ、そんなにストレスなくできたかな。まあたまにはこういうゲームをしておかないと。かなりやり込み要素の高いゲームばっかりやってると続かねえからな。ちょっとネットで調べたんだけどさ、これはチートあるみたいだけど他のシリーズはチートないかもしれない。そうなってくるとね、ちょっとめんどくさいよな。気軽にこうどんな感じかなみたいな感じで通ることができねえからな。その分レベルをね、レベルが あって低いレベルに設定すればいいんだが、まあ他のはまだプレイしたことがないからな。